真面目なのに日本にはユニークな文化が多すぎる。皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。毎年訪れるバレンタインデーや入学式、これらのイベントにおいて日本独自の文化があることを知っていますか？バレンタインデーは日本では女性が男性にチョコレートを贈る日という認識が一般的ですが、贈る側や贈り物が決められているケースは世界でも珍しいのです。また日本の入学式といえば、桜咲く4月に行われ新生活の始まりを告げる行事の一つ。ところが実は4月に入学式を実施する国はほぼなく、欧米諸国や中国などでは9月に入学式を行うのが一般的なのです。さて今回ご紹介するのは、フランス人女性が日本を訪れるエピソード。そこで女性は日本独自の文化に衝撃を受けます。その後一体何を感じたのか、早速見ていきましょう。フランス人が日本のユニークな文化を取材した結果。私の名前はローズ、26歳のフランス人よ。ジャーナリストとして働いていて、新聞や雑誌に載せる記事について企画を考えて取材やインタビューを行っているわ。忙しいけど毎日充実しているの。ある日、私は雑誌の企画の一環として世界の様々な文化を調べることになった。そんな中で以前日本に住んでいたというフランス人男性に日本についてインタビューしたところ、驚くべき文化が多くあると気づいたの。その一つがお土産。旅先で記念の品を買う習慣はフランスや他の国にもあると思うけど、日本のお土産というのはその購入の目的よ。なんと自身のためではなく、職場や親しい人たちのために購入するらしいの。もう一つ、日本人は麺をすするというのも驚いたわ。日本人は謙虚だし礼儀正しいと思っていたから、豪快に麺をすするなんて想像がつかないもの。それにフランスを含めて海外の多くの国では音を立てて麺をすすることはマナー違反。でも日本では麺をすすることは味と香りを楽しむための習慣だと言われているらしく、美味しいという気持ちを表現する方法としても用いられているんだって。私はそんな独特の文化のある日本に興味を持って、実際に日本に行ってこの目で見てみることにしたの。実は私は学生時代には日本のアニメをよく見ていて、アニメの大ファンだから前から日本に行ってみたいという気持ちはあったんだけど、仕事が忙しくてそんなことすっかり忘れていたわ。雑誌の取材も兼ねて日本に行きたいと言ったら、上司はすぐに OK してくれた。日本に到着するとインタビューで聞いていた以上にユーモアのある文化がたくさんあって本当に驚いたの。例えばラッピングよ。ラッピングとは企業の新製品や新サービスの広告を電車やバス、飛行機など乗り物全体に貼り付ける広告の役割を果たしているもののこと。乗り物の外部だけの広告もあれば、座席やつり革、車内のレイアウトを大幅に変える場合もあり、ただの広告以上に乗り物そのものがメインの観光名物になる時もあるんだって。私が日本でまず見たのは飛行機のラッピングよ。日本の空港でポケモンの飛行機が滑走路で待機していたの。もちろんフランスにいる時にポケモンのアニメは見たことがあったし、友達の中にはポケモンのゲームをしている人もいたくらいで、フランス人もポケモンが大好き。愛らしいピカチュウがいっぱいラッピングされていた飛行機はつい見とれてしまうほど可愛かったわ。さらになんと時を同じくして鬼滅の刃の飛行機も到着していたの。ポケモンと鬼滅の刃の木が滑走路で並ぶ姿が見られるなんて。テンションが上がっていたのは私だけじゃなく、展望台からは大歓声が上がるほど子供も大人も大興奮だったわ。それにしてもこのラッピング一つをとっても
日本人はおもてなしの気持ちがあるように感じたわね。そしてこのピカチュウのラッピング期間中は、機内のお菓子のパッケージや紙コップにピカチュウが施されているそうなの。また鬼滅の刃の飛行機の方も、機内だけじゃなく CA さんのエプロンがキャラクター仕様になっていて、乗っているだけで楽しい時間を過ごせるようになっているということよ。私が実際に見られた飛行機はこの2機だけだったけど、日本にはたくさんのラッピング飛行機があるそうよ。オリンピックやワールドカップの時は特に大々的な宣伝のために使われるんだとか。ラッピングされている期間は機内や CA だけでなく、空港のチェックインカウンターまでピカチュウ仕様になっているらしいわ。日本人って真面目で勤勉だから頭の中もつまんないんじゃないかってイメージがあったんだけど、実は遊び心満載な国なんじゃないかって気づいたわね。そしてその思いは日本に長くいるほど確信に近づいていったの。私は富士山を見に行こうと電車やバスを乗り継いだんだけど、その時にもキャラクターがラッピングされた幼稚園バスや動物の顔が施された電車を見かけたわ。さらに私がユーモアがあると思った日本の文化の一つが可愛い文化よ。世界でも絶賛されている日本の可愛い。私が日本の可愛い文化と言われて思いつくのはキャリーパミュパミュのようなアイドル。日本の可愛いは世界で人気を集め、そのファッションを真似する人までいるというほどだもの。でも他にも街の歩道でも公園のフェンスにも駅のプラットフォームでも、いつでもどこでも可愛いを見ることができたの。例えば犯罪被害者ホットラインのポスター、これは犯罪を通報するようにっていう警察のポスターなんだけど、ウサギが描かれていてなんだか可愛いのよね。あとはポイ捨て禁止のポスターね。ポイ捨てダメだぞーとゾウが話しているのよ。後から理解したけど、語尾のゾウと日本語のゾウをかけているらしいわね。そして特に私が可愛いと思ったのは、道路工事の現場のバリケード。ただのバリケードじゃなくて、ウサギやイルカ、カエル、サルなどが描かれているの。もし私が車を運転中だったら、あまりの可愛さにじっと見てしまいそうで危険だけど、こんなバリケードがあるなんて日本が羨ましいわ。他にも日本にはユニークな自販機もたくさんあった。例えば当たり付きの自販機、数字が3つ揃ったら当たりでもう1本もらえるというのよ。あとはラーメンの自販機もあったわ。自販機といえば飲み物を買うものだと思っていたから、初めて見た時は衝撃を受けたわね。インスタントラーメンのカップを買って自販機の横についているお湯を注いで食べるか、すでに開ければ食べれる状態のものを買うこともできるらしい。お箸がついているから、どちらにしろその場ですぐ食べることができるわ。他にも様々な自販機があるということだから、私は調べてみることにした。すると、すぐに食べれる冷凍食品の自販機もあるということが分かったわ。中で温められて、すぐに食べれる状態で出てくるの。フライドポテトやたこ焼き、ホットドッグ、焼きおにぎりなど、主に軽いスナックが手に入るようで、高速道路で多く見かけることができるらしいわ。あとはアイスクリームの自販機ね。暑い夏だけじゃなくて年中あるみたいなんだけど、季節によって違うアイスが売られているんだって。このタイプの自販機は日本でとても人気のようで、なんと駅やテーマパーク、ショッピングセンターなどに2万個も設置されているらしいわ。そして私が最も驚いたのはバナナの自販機よ。まさか生ものも買うことができるなんて思わなかったわ。自販機は常にバナナの保存に適した13度に保たれているようで、欲しい時にいつでも手に入れることができるの。朝食や小腹が空いた時のスナックとして良さそうね。さらにタバコとお酒の自販機もあるとのこと。
タバコを買うには20歳以上であることを証明するカードが必要で、そうすることで誰でも買えるのを防いでいるみたい。お酒は夜11時から朝5時までは買うことができず、買うには運転免許などの年齢確認が必要よ。そして自販機の中には災害や非常時に無料の飲み物を配布するものや AED を備えているものもあるんだって。こうした機能は自販機の設置密度が高い日本だからこその独特な機能と言えるわね。さらに私がユニークだと思った日本文化は駅のメロディーよ。例えば高田の馬場駅では日本の SF 漫画である鉄腕アトムの音楽、恵比寿駅では恵比寿ビールの音楽、赤羽駅では人気ロックバンドの曲を発車メロディーとして採用しているそう。そして首都の東京の地下鉄である東京メトロでは全路線の発車メロディーを発車ブザーではなく街のイメージに合うメロディーに変える取り組みを行っているみたいなの。特に東京メトロの一つ東西線の発車メロディーは各駅の発車メロディーをつなげると一つの曲になるというから驚きよ。それを知った時全部の駅を回って確かめたくなってしまったくらいだわ。また東京と神奈川をつなぐ京急線では列車の接近を知らせる接近メロディーに力を入れているそうよ。例えば京急線の品川駅では京急とのタイアップによって日本のロックバンドが手掛けた曲を接近メロディーに採用。1番線でサビを、2、3番線で B メロを聴くことができるみたいなの。このように場所によって異なるメロディーが日本各地で採用されるようになったのには理由があるそう。そもそも日本の鉄道会社である JR 東日本は以前は電子音の発車ベルを採用していた。しかしそれが耳に不快だという苦情が乗客から多数寄せられていたことにより現在のような柔らかなイメージのメロディーになっていったみたい。そして基本的にはリラックス効果のある音楽が採用されていて混み合う電車に乗る人々を落ち着かせる効果もあるそうよ。他にも電車の到着を知らせたり発車を知らせたりする役割もあるということ。電車が数分でも遅れると駅が混雑してしまうから人の流れを止めないように役立っているのよ。さらに日本ではトイレの近くでは水の流れる音が聞こえたり、エスカレーターでも行き先を伝えるアナウンスが流れていたり、出口に続くエスカレーターや階段では鳥の鳴き声が聞こえたりするの。改札では定期券で支払いをすると1回、チャージされたお金で払うと2回音がするということ。意識して聞いてみると私もその差が分かったわ。定期券が切れているのに気づかなかった時に役立ちそうね。あと私がユニークだと思った日本文化はカプセルトイよ。日本にはたくさんの種類のカプセルトイがあって、なんといってもあの手の込んだデザインが素敵なの。やり方も簡単でいいわ。小さな自動販売機のような機械にコインを入れてダイヤルを回せば OK。 値段は100円から500円くらいで、最後までダイヤルを回すとカプセルが出てくるわ。カプセルの中には機械に書かれているおもちゃのうち一つだけが入っている。カプセルを開けるまでどのおもちゃが入っているかはわからないから、開けてからのお楽しみなの。全種類集める楽しみもあっていいわね。カプセルの中身はアニメのフィギュアやグッズ、ミニチュアの車や動物、携帯ストラップやキーホルダーなど様々。カプセルトイはガチャガチャとも呼ばれるらしいわね。ガチャガチャは日本の電気屋さんやおもちゃ屋さん、スーパーマーケットなどで簡単に見つけることができたわ。特に東京の秋葉原はすごかったわね。たくさんのガチャガチャスペースやガチャガチャ専門店があって、そこはまさにガチャガチャパラダイス。私は秋葉原にあるガチャコーナーと呼ばれる場所に行ったんだけど、そこにはおよそ200種類ものガチャガチャがあった。どれを回せばいいかとても迷ってしまったわ。
さらに同じ秋葉原のガチャポン会館と呼ばれるガチャガチャ専門店には500台以上のガチャガチャがあって日本最大級ということよ。そして私がゲットしたガチャガチャの中でも特に気に入ってるのは自由すぎる女神というもの。有名な自由の女神の様々な自由なポーズがあるの。他にもマーキング犬といっておしっこをしている犬のガチャガチャも気になって買ってしまったわ。あとはお母さんのカレーっていうガチャガチャもお気に入りよ。どこかのお母さんの手書きのレシピが入っててほっこりするの。そして私が思わず写真をたくさん撮ってしまうほどユニークに感じた日本文化はマンホールよ。なんと日本の各地にご当地マンホールがあるの。ご当地マンホールっていうのは地域限定で設置されていて、その地域の魅力を発信するようなデザインがされているマンホール蓋のこと。ユニークなご当地マンホールは観光地に限らず全国各地に設置されているらしいわ。さらにご当地マンホールの中にはその地域に関係するアニメや漫画とコラボしたデザインのマンホールやペンキで彩色されているものもあるみたい。私が特に興味を持ったのはポケモンのマンホールよ。調べてみると可愛らしいポケモンがデザインされたマンホールは都市、地方問わず全国各地にあり、関東では茨城、群馬以外の1都4県で見られるみたい。地域によってはその土地の歴史や地名にひも付いたポケモンがあしらわれているのも特徴ということよ。そして私はデザインマンホールを目的に東北最大の都市である宮城県仙台市に行ったわ。この都市では仙台デザインマンホールプロジェクトとして仙台にゆかりのあるコンテンツとコラボしたご当地マンホールを数多く設置しているということなの。仙台駅東口にあるのは仙台市を拠点に活動する野球チーム楽天ゴールデンイーグルスをイメージしたマンホール。他にも仙台市在住の作家である伊坂幸太郎氏原作の映画ゴールデンスランバーのデザインマンホールは映画のロケ地森の都レンガ下水洞窟に設置されているそうだから映画ファンは必見ね。最近では仙台が舞台の漫画ブルージャイアントのコラボマンホールが設置されたらしいわ。実はローマの休日でおなじみの真実の口ももともとは下水溝のマンホールの蓋だったそうで、海外でもデザインマンホールは存在することにはするの。でも日本のように凝ったデザインのものはフランスを含めてほとんどの国では見ることができないわ。また国によっては日本のようなマンホールを置けないことでしょうね。それは自分の家に飾るために盗んでしまうような人もいるからよ。私は今回日本に行ったことでラッピング、かわいい文化、自販機、駅のメロディー、カプセルトイ、マンホールなど様々な日本のユニークな文化を知ることができたわ。これらは唯一無二、日本だけのものだと思う。日本には歴史的な建造物や日本食、四季などいろいろな魅力があるけど、こうしたユニークな文化を目当てに日本に行くのもいいかもしれないわね。私は早速日本での発見をまとめて雑誌の記事にするつもりよ。海外の反応。日本人は真面目な人ばかりな印象だけど、面白い発想をする人が多いよね。実際僕の日本人の友人も最初はシャイでおとなしい印象だったけど、仲良くなるとすごくユーモアがある人だと気づいたよ。私は交換留学生として日本に滞在していたことがあるんだけど、その時に日本人の同級生によく、どのキャラクターが好きって聞かれたわ。私はその質問にとても驚いたの。だってアメリカじゃそんなものからはとっくに卒業している年だもの。でも日本人は大人になっても可愛いキャラクターが好きな人が多いようね。当たり付き自販機って面白いよね。日本人って真面目なイメージがあったけど、意外とギャンブル好きなのかな。もし僕の国に当たり付き自販機があったら、絶対に当たるまでやってしまうよ。
日本に旅行した時、ユニークな自販機に驚かされたよ。ここで買い物が済むんじゃないかってくらいいろいろ揃ってるよね。特に衝撃を受けたのは、秋葉原で見つけたカブトムシのフィギュアが売っている自動販売機だ。しかもそれが売り切れてたんだ。日本人は意外と物好きが多いようだね。日本人は何をするにも完璧を追求して情熱を持って取り組む。それを考えると、マンホールや道路のバリケード、ポスターなど、なんてことないものをアートに変えちゃうのもそんな驚きじゃないかな。それにしても、日本人の発想力には毎度驚かされるけどね。まとめ。日本だけのユニークな文化というのはまだまだあります。例えば、海外でも2月14日にバレンタインデーをお祝いしますが、1ヶ月後にお返しをするホワイトデーは日本ならでは。また、本命以外の人に配る義理チョコも日本独特の風習なんです。他にも、日本ではクリスマスに人々がケンタッキーフライドチキンに押しかけ、予約が必要なほどですが、七面鳥ではなくファストフードで済ませるという発想は海外にはないようです。私たち日本人が気づかないだけで、日本独特の文化は他にもたくさんあるかもしれません。これからも様々な日本だけのユニークな文化が世界中に広まり、より多くの人が日本に興味を持ってくれるといいですね。自分の興味のある分野を学んだり、将来に向けて専門性を高めたりすることができる場所、それが大学です。大学時代にやっておきたいことはたくさんあると思いますが、その中の一つがボランティアではないでしょうか。巷にあふれる大学生のうちにやるべきことランキングでも、ボランティアは常に話題に上っています。今回のエピソードの主人公はフランス人の女子大生。彼女はボランティアを通じて驚くべき体験をしたそうですよ。フランス人が日中韓でボランティアに関わった結果。私はフランス人の大学生、ローズよ。大学では国際関係について学んでいて、授業や課題の提出など毎日やることが盛りだくさんなの。将来は世界を股にかけた仕事に就きたいな、なんて漠然と考えているわ。そんな私がホリデーシーズンに行っているのが、海外への短期留学。私の大学には海外への短期留学制度があって、希望すれば提携している海外の大学へ交換留学に行くことができるのよ。短期と名の付くだけあって、期間は1ヶ月とか3ヶ月とかくらいなんだけどね。その制度を利用して、私は大学1年目の時に中国へ、そして2年目に韓国へ、そして3年目の今年は日本を訪れたわ。留学先では現地の大学の講義を受けるのはもちろんのこと、ボランティアにも関わったのよ。だってせっかくの留学生活、大学と家とを往復するだけで過ごしていたらもったいないじゃない。それにボランティアに参加することで、その国の言葉や文化、生活の様子を深く知ることができるから、ボランティアってとっても有意義な活動だと思う。でもね、3年間交換留学に行って本当にびっくりしたのよ。だって中国と韓国、そして日本は同じアジア圏の国々なのに全然違うんだもの。そこで今から私の驚いた経験をシェアしていくわね。私が最初に訪れた国は中国。初めての海外だったから慣れない部分も多かったけれど、留学先の大学での講義生活に慣れてきた頃、少しだけボランティア活動に参加したの。そこでは大学のボランティア団体に所属して活動したわ。中国でのボランティアの感想は、まあ、可もなく不可もなく、
といったところかしら。そもそも初めての海外生活だったから比較対象がなかったんだけれどね。中国人ってたまにちょっと偉そうな態度を出してくるから、強いて言うならそこが少し気になったくらいだったわ。ただ中国人のボランティアに対する姿勢にはすごく驚いた。中国では2008年の四川大地震や北京オリンピックをきっかけとしてボランティア活動というものが急速に世間に浸透したと言われているわ。でも中国では例えば富裕層の人が何万元もの大金を寄付したよと大っぴらに公開したり、寄付金を募った団体が寄付金額ランキングなるものを発表したりしているのよ。私はボランティアや寄付は見返りを求めずに行うものだと思っていたから、中国人の善意をひけらかすような行動にはちょっと驚いたわ。そんな驚きを当時の中国人のクラスメートに伝えたところ、彼女は中国ではこっそり寄付する方がケチくさく見られるのよなんて言ってきた。どうやら中国ではボランティアの善意をお金に換算してそれを世間に公開することが良しとされているらしい。フランス人の私には到底理解できない考えだったけれど、まあこれが文化の違いってやつなんだと思うわ。その翌年、私が訪れた国は韓国。中国でも少々文化の違いを感じたけれど、韓国人の感覚はもっと理解できないものだった。韓国での留学生活は控えめに言って散々だったわ。韓国でも中国の時と同じく、私は大学のボランティア団体に所属してボランティアを行った。そのボランティア団体では2人1組ペアになって行動するんだけれど、私のペアになった韓国人の女の子は時間にとてもルーズで、毎回遅刻は当たり前、ひどい時はドタキャンまでしてきたのよ。あらかじめ遅刻することを連絡してくれたらまだマシじゃないけど、その子は毎回私から連絡して初めて遅刻することやドタキャンすることを伝えてくるのよ。1回や2回遅刻する程度ならまあ許せるけれど、毎回毎回遅刻となると私も呆れちゃってね。正直フランスに帰国する日が待ち遠しいくらいだったわ。中国人の中にも遅刻する人はちらほらいたけれど、中国人は事前に遅刻の連絡をくれる人が多かった。アジア人って礼儀正しい、ルールを守るっていうイメージがなんとなくあったんだけれど、それはアジア人全員に当てはまるわけではないことがよくわかったわ。私が韓国に嫌気がさした理由はそれだけじゃない。韓国は儒教の教えが根付いている国だから厳しいルールがたくさんあるのよ。儒教では年長者や社会的地位の高い人、それにお年寄りを敬うことが重要視されているから、韓国人は上下関係に厳しいの。例えば自分よりも1歳でも年上であれば先輩とみなして敬語を使う。年齢は上下関係を決定づける大切な要素だから、韓国人は初対面でもお互いの年齢を聞くのが当たり前なのよ。相手が年長者と分かれば徹底的に敬わなければいけなくて、会食の際、乾杯する時には目上の人のグラスよりも低い位置でグラスを合わせなければいけないし、食事の際は目上の人が食べ始めてからでないと食べることができないの。今回ボランティアでペアになった韓国人の女の子は私よりも1歳年上だと言っていたから、彼女のあの態度はもしかしたら年齢が関係していたのかもしれないとも思ったわ。それにしてもひどいけどね。ちなみに韓国ではボランティア活動を行うことで就職や大学入試が有利に進むと言われている。韓国政府はボランティア活動に対して単位を与えているんだけれど、それが内申点に大きく関わっているみたい。
だから韓国ではティーン世代の多くの学生がボランティアに参加しているわ。それに受験戦争が熾烈な韓国ではテストの点数だけでは大学入試を突破できないから、内申点を稼ぐために夏休みなどの休暇を利用してボランティアを行う学生も多いそうよ。そんな事情もあって韓国では大学生の半数以上にボランティア経験があるという。でもそんな背景があるせいで、本来ならば善意で行われるはずのボランティアが入試合格という見返りのために行われているような気がしてならないわ。韓国人はボランティアの本質を見誤っている気がした。2年連続でそんな経験をしてきたこともあって、正直日本への期待値は低かったのよ。韓国に行った時と同じ思いをするくらいならフランスに留まった方がいいんじゃないかとも考えたけれど、周りの勧めもあって私は日本への短期留学を決めた。日本は静かで暮らしやすい国。日本の大学での講義も順調にこなしていたんだけれど、やっぱり日本語は難しくてね。そこで私は大学を通じて日本語講師のボランティアをお願いしたのよ。私の講師は同じ大学生であるユリ。彼女は週に数回授業のサポートをしてくれたり、私に日本語を教えてくれたりしたわ。ユリは昨年フランスへ旅行に行ったことがあるらしく、レッスンは私の故郷であるフランスの話で盛り上がることもあったけれど、彼女の授業は基本的に淡々と進む感じで、時々冷たいなと感じることもあったわ。でも彼女のおかげで私の日本語は確実に上達していたから、途中で講師の変更を申し出ることはしなかった。それにユリのいいところは時間に正確で約束をしっかり守るところ。彼女はとても几帳面で、ドタキャンや遅刻はゼロ。さすがアジア人だなって感心したわ。楽しかった日本生活はあっという間に終わりを迎え、フランスへ帰国する日が迫ってきたある日、私は彼女からある誘いを受けた。今度で最後のレッスンだから、よかったら私の家に遊びに来ない？思っても見なかった誘いに、私は OK の返事をしたわ。約束の日、彼女の自宅に着くと、そこにはエプロン姿のユリが立っていた。何事かと思って家の中に入ると、テーブルの上には数々の料理、そしてユリの友達も何人か来ていた。突然の出来事に、おろおろする私に、ユリは言った。今日は、あなたの地域の郷土料理であるアリゴも作ってみたの。口に合うといいんだけれど。よく見るとテーブルの中心には懐かしい郷土料理アリゴがあった。アリゴとはマッシュしたジャガイモにチーズやミルクを混ぜたもので、日本でいうお餅のようなものかしら。ただよく練り込まないと作れないから、すごく手間のかかる料理なの。ユリは私の故郷がオーブラックという地方だと聞いて、私のためにこの料理を作ったという。私のためにこんな手間暇かかる料理を作ってくれるなんて、まさか日本でアリゴが食べられるなんて思ってもいなかったから、感動しっぱなしだったわ。程よく食事も進んでリラックスした後、私は思い切ってユリにこんな質問を投げかけてみた。私に日本語を教えることは楽しかったですか？ええ、もちろん楽しかったわよ。日本語を教えるボランティアは最初に講習を受けるの。その時、相手の国の文化を尊重することが一番大切なポイントだと習ったのよ。文化の違う国に来て生活している人たちの大変さを考えることが重要だと。私は日本語を教えることで、その人たちの日本での生活がより楽しくなればいいなって思っているわ。私はユリのボランティア精神に改めて感動した。ボランティアで教えている異国の生徒に対してここまで優しく気を使ってくれる日本人がいるなんて。
ユリの家から帰宅した後、私がスマホでネットサーフィンをしていると、あるネットニュースを見つけた。それは2021年に行われた東京オリンピックでのこと。その大会には5万人以上に及ぶボランティアがいたそうなんだけれど、ジャマイカのハンズル・パーチメント選手はある日本人ボランティアのおかげで金メダルを獲得することができたのだという。彼の SNS によると、彼はハードル走の準決勝に出場するため移動用のバスに乗り込んだけれども、音楽を聴いていたため案内のアナウンスを正確に聞き取ることができず、間違ったバスに乗ってしまったのだそう。途中でそのミスに気づいたものの、後の祭りで彼は別会場に到着してしまったの。別会場では一度選手村に戻って正しいバスに乗り直して競技場に行ってくださいと案内されたそうだけれど、そんなことをしていてはウォーミングアップの時間が取れない。焦った彼が他の方法はないかと日本人の女性ボランティアに声をかけたところ、彼女は大会関係者用のタクシーに乗ってはどうかと提案してくれ、パーチメント選手に1万円を手渡したのだそうよ。彼女の提案とタクシー代のおかげで、パーチメント選手は無事正しい会場に到着。十分なウォーミングアップもできたおかげで決勝に進むことができたと話していたわ。その後、パーチメント選手はあの時助けてくれたお礼にとボランティアの彼女にお金を返し、ジャマイカチームのシャツをプレゼントしたのだそう。彼は日本人は世界で最も素敵な人々ですとコメントしているわ。この話はジャマイカの大手メディアによって大々的に報道され、ジャマイカの首相も SNS で取り上げるなど、ジャマイカ国内で大きな反響を呼んだらしい。日本人の心の温かさがよく伝わってくるエピソードだと思ったわ。アリゴの出来事から数日後、私はフランスへと帰国した。あの時のボランティア、ユリとは今でも SNS で連絡を取り合う仲よ。彼女もフランスに興味を持っているようで、近いうちにフランスに旅行に行こうかななんて言ってくれているわ。中国と韓国、そして日本、これまで3つの国に留学したけど、一番素晴らしい経験ができたのは言うまでもなく日本ね。日本人に優しくしてもらえた経験はもちろん、日本の街も静かな雰囲気でとても素敵なの。日本は道路が清潔で、どこも平和な空気で満ちている。それに東京もパリも大して交通量は変わらないのに、東京では排気ガスの匂いが全然しないの。街の美しさではフランスは圧倒的に日本に負けているわ。もし留学の行き先を迷っている人がいれば、私は迷わず日本を勧めるわね。海外の反応。私の大学では留学生に語学を教えるボランティアが行われているわ。けれど相手の国の郷土料理をわざわざ作ってもてなす人は誰もいないと思う。僕には日本人の知り合いが何人かいるけれど、みんな礼儀正しくて素敵な人ばかりだよ。ちょっと遅刻するくらい許してほしいよ。さすがにドタキャンはイラッとするけど、日本人は時間に細かすぎるんだよ。中国では善意がお金に換算され、それを外に向けてアピールするのが良しとされているんだな。まったく僕には到底理解できない文化だよ。善意は善意だと割り切らなきゃダメだと思うな。東京オリンピックの話を聞いて感動したよ。ただ目の前の人に親切にする、たとえ見返りが得られなくても困っている人には手を差し伸べる、これは全人類が目指すべき姿だと思うよ。まとめ。報酬を目的としないで他人や社会に役立つ活動を行うボランティア。同じボランティアという行為でも国によってその姿勢や目的は様々で、
その国の人たちの価値観や国民性を伺い知ることができますね。ちなみに日本財団ボランティアセンターが2023年に行った調査によると、ボランティア経験がある人ほど幸福度が高いという結果が出ているようです。たかがボランティア、されどボランティア。他人のために働いたり、人の役に立つ実感を得たり、さまざまな人たちと交流したりすることは、人生の中で確実にプラスの経験になっていくのでしょう。さまざまな独自の文化を持つ日本。そのため、私たち日本人にとっては当たり前のことであっても、外国人が驚いてしまうことは多々あるようです。今回ご紹介するのは、フランスのある会社に入社してきた日本人女性が、そこで働く人々の習慣を大きく変えてしまったエピソード。果たして彼女はどのような形でその会社を変えてしまったのでしょうか。早速見てみましょう。フランス人。日本人が入社してきて会社に異変が。私の名前はルイーズ。ウェブメディア関連の会社で働く30代のフランス人よ。この会社で働き始めてもう10年近くになるのだけれど、職場の居心地は最高。小さな会社だからなのか、アットホームな雰囲気で社員同士の仲がすごくいいの。この業界は転職や独立をする人が多く、離職率が高いことで有名。だけどうちの会社は長く働いている人が多いわね。職場の居心地の良さは業務内容や人間関係に関することだけじゃない。オフィスの空間自体もとても居心地がいいのよ。でも勘違いしないでね。私たちのオフィスは最先端のハイテクな設備もないし、おしゃれな雰囲気ってわけでもない。古い雑居ビルのワンフロアにある、それほど大きくはないオフィスなの。だけど私はこのオフィスが大好き。そして私がそう感じるようになったのにはあるきっかけがあった。それは5年ほど前に日本人の女性社員が入社してきたことなのよ。彼女の名前は陽子。日本人でありながらフランスでの生活が長く、フランス語もペラペラだった。しかもコンピューターの技術も持ち合わせていたことから即戦力として採用されたの。彼女は今も私たちと一緒に働いているんだけれど、とっても頼りになる存在なのよ。そんな陽子が入社してきてからすぐに社内でちょっとした事件が起こったの。ある日の朝、私が出社すると皆がざわざわしていた。何があったのかを同僚に尋ねようとしたところで、私もすぐに気づいたわ。オフィス内のさまざまなものの位置が前日とは変わっていたことに。私はすぐに自分のデスクを確認した。するとどうやらデスク周りは無事なようだった。上司が金庫や重要書類なども確認していたけれど、それらもすべて無事。どうやら何も盗まれたりはしていなかったみたい。だけどみんな自分のデスクなどを確認しながら、どこかモヤモヤしている様子だった。そしてそれは私も同じだったわ。オフィスの様子からして何者かが侵入して荒らしたようには見えない。それどころか整理整頓がされている感じだった。しばらくすると他の社員たちも続々と出勤してきたけれど、誰もがオフィスの変化に驚いていたわ。だけど一人だけその変化に驚いていない人物がいたの。それは陽子だった。陽子が出勤してきた時、私は彼女にこう言った。オフィスの物の位置が変わっているの。不審者が入ってきた可能性があるから、自分のデスクを調べた方がいいわよ。すると彼女はオフィスを見渡して衝撃の一言を放った。あ、ごめんなさい。その犯人は私なんです。彼女は舌を出して
愛嬌のある表情を作った。その様子に皆は騒然としたわ。その空気を察してか、彼女はすぐに真面目な表情に。そしてこのように説明を始めた。昨晩は遅くまで残業をしていて、私がこのオフィスに最後までいたの。それでその時にオフィスが散らかっているなと思った。だから掃除をしてから帰ったの。もちろん個人のデスクなどには触れていないわ。私がやったのは棚を整理したり、窓を拭いたり、使用済みのコーヒーカップを片付けたり。確かそれくらいだったわね。迷惑だったかしら。彼女の言葉に皆は目を丸くして驚いた。そして一瞬の静寂の後、オフィス中に歓喜の声があふれたわ。最高じゃないか。綺麗なオフィスで仕事ができるなんて。全然迷惑じゃないわ。本当にありがとう。整理整頓されていてすごく使いやすいわ。頑張ってこの状態を保たないとね。皆が口々に彼女に対する感謝の言葉を並べた。改めてオフィスを見渡した私。その綺麗さに感動したし、彼女の行動は素晴らしいと思ったわ。私たちはその日、とてもすがすがしい気分で仕事をすることができた。だけど、このようなことはその後も続いたの。定期的に行われるオフィスの掃除や整理整頓。それを行っているのはもちろん陽子だった。そのエリアは広がる一方で、トイレや給湯室、エレベーターホール、玄関まで。私たちのオフィスはみるみるきれいになっていった。ピカピカのオフィスで働けることに皆は大喜び。自主的に掃除をしてくれる陽子に感謝していた。ところがある時、陽子が2週間ほどの長期休暇を取ることに。皆も想像がつくかもしれないけれど、あることが起こったの。そう、オフィスは再び物であふれ散らかり始めてしまった。これではまた以前の雑然としたオフィスに逆戻り。日に日に汚くなるオフィスへの危機感を皆も薄々と感じているようだった。休暇を終えて陽子が出社する前日、私は皆に提案した。ねえ、今日は仕事を早めに切り上げて、みんなでオフィスの掃除をしない？私はこの時、やっぱり綺麗なオフィスで働きたいし、それを維持したいと思ったの。陽子が戻ってきたら、また彼女が率先して掃除をしてくれるかもしれないけれど、オフィスはみんなで使うもの。彼女だけに負担がかかるのも不公平だと感じたわ。私がそう言うと、皆も考えていることは同じだったようで、心よく賛同してくれた。そしてその日は、皆でオフィス中を掃除したの。たった2週間で、こんなにも汚くなるのね。掃除って意外に大変だな。いつも陽子は一人で、こんなに大変なことをやっていたのか。俺はもうギブアップだ。掃除がこんなにきついだなんて思ってもみなかったよ。トイレ掃除だけは絶対にやりたくないわ。掃除の大変さを嘆くもの、陽子に感謝するもの、愚痴をこぼすもの、いろいろな声が聞こえたけれど、みんなでワイワイ言いながらせっせと掃除するのは結構楽しかった。そして掃除が終わる頃には、それまで文句を言っていた人たちも、やっぱり綺麗なオフィスが一番だねと言い、とてもすがすがしい表情をしていたわ。それ以降、私たちのオフィスでは皆が自発的に掃除や整理整頓をするようになった。おかげでオフィスは常にピカピカ。私たちの習慣や散らかったオフィスを陽子が変えてくれたの。後に彼女から聞いたんだけれど、日本では自分が使った場所や物は自分で掃除して片付けるということを小さい頃から徹底的に教えられるのだそうよ。生徒たち自らが学校の掃除をするのは日本では当たり前なんですって。信じられないわよね。多くの国の学校では専門の清掃員が掃除をするのだから。
でも日本では自分たちの教室はもちろん、廊下や体育館、校庭まで自分たちで掃除をするの。そのような環境で育ってきたから、彼女は自発的にオフィスの掃除ができたのね。以前の私だったら、ああ最近オフィスが散らかっているなーって終わりだった。それどころか散らかっていても全然気にしなかったかもしれない。でも今は掃除の素晴らしさがよくわかる。オフィスだけではなく、自分の部屋やマンションの公共スペースなどもちゃんと掃除するようになったわ。綺麗な場所で過ごすと気分がいいし、掃除を終えた後には爽快感や達成感がある。そして自分が日々の生活で汚したものをきれいにすることで、自分の行動を見つめ直したりして責任感なんかも出てくる気がするの。掃除なんて面倒くさい、そう思う気持ちもわかるけれど、気分がモヤモヤしている時なんかはぜひ一度身の回りの掃除をしてみてほしいわ。その気持ちよさに気づいて掃除にハマっちゃうと思うから。ルイーズさんのエピソードは以上になります。日本の小中学校と高等学校で毎日行われている生徒による学校清掃は、日本に深く浸透している文化です。ですが世界的に見ると、生徒が掃除をする国は少数派。少し古いデータではありますが、世界105カ国の学校清掃について調査したところ、生徒が掃除を行う国は約 34%、清掃員に任せている国は約 58% となっていました。そして生徒が掃除を行う国でも、日本のように教育的効果まで求めている国は少ないと言われています。ところで、このような日本の生徒による掃除文化はどこに起源があると思いますか？大きく分けると2つの起源があるのですが、一つ目は日本に古くからある道の存在です。茶道や華道のように性的なもの、柔道や剣道のように動的な武道など、日本にはさまざまな道がありますが、特に武道は自分たちが使う場所を美しく保つことを大切にしています。例えば剣道では、剣術の習得とともに、剣を使って心を磨くことが重要視されてきました。そのため稽古の前後には必ず心の修行として道場の掃除をするのです。剣の達人になることは人としての奥義を極めること。そのためにやるべきことの一つが道場の掃除だったというわけなのです。二つ目は仏教。昔から僧侶の修行は1に作務、2に勤行、3に学問と言われています。一番初めに来るのが体を使って行う作務。境内や庭の掃除は代表的な作務とされています。2番目に来るのが読経や座禅などの仏教のお勤め。3番目に来るのが勉強。現代人が聞いたら驚きそうな優先順位ですが、僧侶の世界では勉強よりも掃除が重要なのです。心を磨くための大事な要素として位置づけられているのが掃除。掃除を含む作務は僧侶にとって一番の修行なのです。一方、海外ではどうなっているのでしょうか？アメリカを例に見てみると、学校清掃の大部分はジャニターの仕事。生徒たちが掃除をすることはありません。アメリカにはジャニターは学生に代わって清掃という煩わしい重労働を受け持ち、学生の本分である勉学に集中してもらうための存在。彼らの存在があるからこそ、学生は勉学に勤しむことができ、将来社会の役に立つ人間になるための教養を得ることができるという考えが根底にあるからです。そのため、そもそも生徒には自分で掃除をしようという考えなんてありません。しかし昨今は
それが与える影響を危惧する声も聞かれます。生徒たちは机や椅子の裏にガムが貼り付いていても気にしませんし、ゴミが落ちていても拾いません。これらは決して彼らが非常識だということではなく、清掃員の仕事を奪ってはいけないと言われて育った背景もあるのです。しかし学校教育の現場では、自分たちで掃除をすることでモラル教育につながるとの意見も多くなっており、学校清掃をアメリカでも導入すべきだと提言した議員もいました。また最近では、日本の学校で行われている掃除の時間が海外でも導入されています。2つの導入事例をご紹介いたしましょう。まずはシンガポール。シンガポールでは2016年頃から全ての小中学校と高等学校で掃除の時間を導入しました。同国の教育省によると、日本に習って掃除の時間を導入することで、生徒たちが学校を管理し責任感を持つことを目標としているといいます。続いてはイングランド南西部のデボン。ここでは州を挙げての取り組みではありませんが、ある学校が2018年頃に10台の掃除機を購入し、生徒たちに交代で掃除をさせるようになりました。これは日本の学校清掃を知った校長が独自に始めた取り組み。生徒やその保護者からも好意的に受け入れられたそうです。海外のネット上でたびたび話題になる日本の街の清潔さ。掃除によってきれいに保たれているのは学校やオフィスだけではありません。海外のネット上では日本の街の清潔さに関する動画がたびたび投稿され、驚きと感動の声が数多く寄せられています。なぜ日本の街はきれいなのでしょうか。それには学校清掃によって身についた汚さない意識以外にもいくつかの理由があります。一つ目は、1995年の地下鉄サリン事件をきっかけに、安全対策として街中のゴミ箱の多くが撤去されたこと。これによって人々が家にゴミを持ち帰るようになりました。二つ目は、町内会やシルバー人材、商店街のボランティアなどの集団で街を掃除する取り組み。さらに個人で自発的に家の周りを掃除する人も少なくありません。3つ目はゴミ収集の制度。日本ではゴミの種類ごとに収集日が決まっており、たとえ悪天候の日であってもきっちりと回収が行われています。このような理由によって保たれている日本の街の清潔さについて、海外から寄せられたコメントの一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。日本人は自分が住む地域を愛している人が多いんだと思う。だから掃除をちゃんとするんだよ。アメリカ人の場合、それは私の仕事ではない、私には関係ないという考え方をする人が多い。実際、自分の私有地でさえきれいにしない人がたくさんいるんだから。アメリカだと生徒に掃除をやらせたら児童を虐待とみなされてしまうのが悲しいよ。もし日本のように生徒に掃除をさせたら、何人の親がクレームを言ってくるだろうか。私はアメリカ人であることを恥ずかしく思う。2014年のワールドカップで試合後に日本人が片付けている姿を見て、ブラジル人が衝撃を受けたことを思い出した。ブラジルのあたりでは大手メディアがニュースとして取り上げるほどだった。正直、たまにポイ捨てはあるにせよ、日本の清潔さにはやっぱり驚愕する。ゴミは路上に捨てようと思う人が多いアメリカも、こうだったらいいのにな。日本はこの地球上で最も清潔で綺麗な国だよ。僕はいろいろな国に行ったことがあるけれど、これだけは自信を持って言える。数年前に日本へ行ったけれど、汚れた車が全然ないことに驚いた。私が何回か乗ったタクシーはどれも本当に綺麗だったよ。暴風雨の時でさえ車両がキラキラと輝いていたんだからね。
まとめ。日本の掃除文化の起源が武道や仏教にあったとは意外な感じがしましたね。日本人は長年にわたって自分の手で学校を掃除するというとても小さな一歩から、自分の使う場所を清潔に保つことや物を大切にする気持ち、他者と協力して一つのことをやり遂げる協調性などを学んできました。その大切さが現在海外でも認められ始めているのは、日本人としてとても嬉しいことですね。このような日本流の掃除教育が今後の世界の学校教育をリードする一つの流れになってくれたらいいなと思います。新型コロナウイルスの収束後に訪れたい旅行先として一番人気のある国はどこだと思いますか？昨年10月に日本政策投資銀行株式会社と公益財団法人の日本交通公社が共同し、オンラインアンケートで実施したところ、世界の31の国と地域の中、日本が1位を占めていたのだとか。このアンケートは海外在住のおよそ7000人の回答者に、次に海外旅行したい国を質問したようです。オンラインアンケートの調査によると、アジア在住の人も欧米諸国の人々も海外旅行の行き先として日本を最も希望していました。人混みを避けられる自然鑑賞などの屋外のアクティビティが人気のようです。さて、今回ご紹介するのは日本を観光したあるイギリス人女性のエピソードです。イギリスにあって日本にはないのがチップの文化。チップを渡す習慣のあるイギリス人から見ると、チップの習慣が日本にないことはとても新鮮に映るよう。旅先で彼女はスタッフにチップを渡そうとするものの、ことごとく受け取ってもらえません。ですが、チップの代わりに感謝の気持ちを表す手段に彼女は気づくのです。それは一体何なのでしょうか？早速見てみましょう。日本でイギリス人が受けたありえない対応。私の名前はソフィア。イギリス出身の20代の会社員です。現在は長期の出張で日本に来ているのですが、もうすぐ帰国する予定。私は最後に日本での思い出を作ろうと思い、友人と旅行をすることにしました。行き先は京都と大阪。どちらも初めて訪れる場所なので、とても楽しみにしていました。この旅行で私は初めて新幹線に乗ったのですが、あまりの快適さにびっくり。イギリスにも高速鉄道がありますが、乗り心地は雲泥の差。日本の新幹線の乗り心地は世界トップクラスだと思いました。あまりにも快適だったので、私は初めて電車内で寝るという体験をしました。京都は独特の街並みでした。私の勤務先はビルが立ち並ぶオフィス街にあるのですが、それとは全く違う雰囲気。まるで別世界へ迷い込んだかのようで、一つの国でここまで景色が変わるなんて信じられないと思いました。緑に囲まれた京都には趣のある神社仏閣があちらこちらに。思いっきり深呼吸をすると、爽やかな新緑の香りが体を通り抜け、とても気持ちが良かったです。宿泊先にはミドルクラスの旅館を選びました。本音を言えば高級旅館に泊まりたかったのですが、そこまでお金に余裕はありません。ミドルクラスが私の精一杯。旅先の最寄り駅の改札口を出ると、向かいのマイクロバスがすでに到着していました。旅館の上着を着た運転手の男性は拙い英語で歓迎の挨拶をして、重い荷物をバスに乗せてくれました。白髪の目立つ運転手はおそらく60歳前後でしょうか。日本人は英語が苦手な人が多いと聞いたことがありますが、歓迎の挨拶を英語で言えるように勉強してくれたのだろうと思うと、
とても嬉しかったです。10分ほどで旅館に到着。友人は運転手にチップを渡そうとしました。しかし運転手はお辞儀はしたもののチップを受け取ってくれませんでした。そして広い玄関をくぐり旅館の中へ。私たちは脱いだ靴を手に取ろうと後ろを振り返りました。すると和服姿の女性が私を手で制止、微笑みながら私の靴を代わりに棚にしまってくれたのです。私は彼女にチップを差し出しましたが、やはり受け取ってくれませんでした。その後部屋に案内してくれたスタッフや配膳スタッフにもチップを渡そうとします。しかし誰一人としてチップを受け取ることはありませんでした。日本にはチップの文化がないとはいえ、少額だからとこっそりもらおうとする人が一人もいないなんて、従業員教育が徹底していると感じました。旅館での体験は全ての面において私たちの期待を上回る素晴らしいものでした。絶景を眺めながら入る露天風呂、大きなテーブルに乗り切らないほどの豪華な懐石料理、お日様の香りがしそうなふかふかの布団、そして至れり尽くせりのサービス。いつでもどこでもスタッフは微笑みながらありがとうございますと声をかけてくれました。私たちは終始上機嫌で京都旅行の初日を終えました。翌日は朝の露天風呂を満喫し、朝食後にチェックアウト。旅館の玄関を出ると驚きの光景が目に飛び込んできました。ずらりと並んだ何十人もの和服姿のスタッフ、そして全員が声を揃えてありがとうございましたと深くお辞儀をしたのです。タクシーに乗っても角を曲がって姿が見えなくなるまで私たちに手を振ってくれました。こんなに丁重なおもてなしを受けたのは初めての経験。タクシーの中で友人は王族にでもなった気分だわと言っていました。私は彼らの温かいおもてなしに胸がいっぱいになりました。その後の大阪の旅館でも似たようなおもてなしを受けた私たち。接客水準が高いのは京都だけかと思いきや、日本ではこれが標準なのだと知りました。こんなにいい気分にさせてもらったのにチップを受け取ってもらえないなんて。チップなら金額の多い少ないで感謝の気持ちを簡単に表せるのに。イギリスのようなチップの習慣が日本にないことを私は少し残念に思いました。しかし日本人はチップの代わりに多彩な言葉で感謝の度合いを表現しているということに気がついたのです。そして旅館側も客の感謝の言葉の度合いから自分のしたおもてなしが客の心に響いたのかを判断しているように感じました。様々な感謝の言葉がある日本、彼らはそれを状況や感情に合わせて使いこなしているのです。感謝を表す言葉はThank you ぐらいしかなく、あとはチップの額で感謝の程度を示すイギリス。かたやいくつもの言い回しを使いこなし、ありがとうの気持ちを伝える日本。やはり日本には細やかなおもてなしの文化が根付いているのだと改めて実感できた旅行でした。もうすぐ日本を離れるのはとても寂しいし、まだまだ日本のいいところをたくさん見つけたかったです。またいつか日本を旅行したいなと思います。イギリス人女性のエピソードは以上のような内容となっていました。日本人は感謝を表す言葉としてありがとうをよく使いますが、ありがとうの代わりになる感謝の表現は他にもたくさんあります。例えば恐れ入ります、お礼申し上げます、すみません、感謝しますなど。日本に多くの感謝の言葉がある理由は相手の気持ちを思う繊細な心を昔から日本人が持っていたからではないでしょうか。相手と自分の関係、シチュエーション、感謝の度合いなどに応じたありがとうを伝えられるように
感謝の表現に様々なバリエーションがあるのだと思います。彼女の投稿に対して海外のネットユーザーからは様々な声が寄せられていました。その一部をご紹介いたします。海外の反応。日本のサービスはイギリスよりもはるかにいいから、全員が自分のためにサービスしてくれていると感じる。だからチップを渡したくなる気持ちはよくわかる。ただ日本人にチップを渡すとお金を忘れたのだと勘違いして追いかけてくるよ。日本の心づけの方が本来のチップのあり方としては正しい姿だろうね。外国人はチップ文化について日本から学ぶべきだ。私はこれまで30カ国以上訪れたけど、日本のホテルや旅館のように丁寧に対応してくれる国はない。人によって態度を変えることなく、とても丁寧に接してくれる。ハイエンドホテルからビジネスホテルまで、スタッフはみんな真摯に向き合ってくれるんだ。宿内に天然温泉を引いているのは日本だけだ。旅館では布団を敷きに来てくれるけど、これも独特のおもてなしだよね。食事中にあっという間に部屋をきれいにしていくときは驚きでしかなかったよ。京都は日本で一番古き良き日本を感じられる場所ですよね。舞妓さんが歩いていて、古い木造建築の街並みがあって、昔ながらの雰囲気が最高です。大阪は確かに東京とは違う雰囲気がある。人や街が活気にあふれている。言われなくても何でもやる日本の旅館に対し、何かあれば追加料金をいただこうとする西欧式のホテル、この差は大きいよね。最後に日本のチップ事情について簡単にご紹介しましょう。かつての日本にはチップ制度があったようですが、その慣習はすでに廃れており、現代の日本ではほとんどの場所でチップを支払う必要はありません。その代わりサービス料という形で、商品代やサービス代とは別にお金を徴収されている場合があります。高級ホテルや高級レストランに行った時に、サービス料%とレシートに書かれているのを見たことはありませんか？あのサービス料が海外のチップと同じような役割を果たしているのです。そういった場所で会計の際に請求されるのは、決まった割合で自動的にサービス料を含んだ金額。そのためチップを支払わなくても良いのです。しかし海外にはサービス料のあるところは少なく、レシートに記載するのは一般的に商品やサービスそのものの代金のみ。そのため代金とは別にチップという形でスタッフの行為に対するお礼を支払います。チップである理由は、いいサービスを受けたら相場よりも高くチップを支払ってより感謝を伝えることができるから。そうすることでスタッフのモチベーションが上がり、より良いサービスの提供につながるのです。ですが日本で絶対にチップを渡してはいけないというルールはありません。スタッフの対応が素晴らしかった場合、チップで気持ちを表したいと思うこともあるでしょう。そのような時は現金をそのまま相手に直接渡すのは失礼にあたるので、封筒などに入れて渡すことが多いです。ただしホテルによってはチップを受け取ること自体を禁止していて、断られるケースも。ですがしっかりと理由を説明すれば受け取ってもらえることもあるようです。チップがなくても誠心誠意のおもてなしをして感謝の気持ちを惜しみなく伝える日本人、その姿は外国人から見ても美しく感じるものであり、日本が誇るべきことだと思います。だからといって海外のチップ文化が悪いわけではありません。海外旅行をするときには事前にその国のチップ文化を学んでおくと、旅先で困らずに済んでいいでしょう。他の国の人々との円滑で気持ちのいいコミュニケーションを図るためには、お互いの国の文化を認め合うことが大切なのだと思います。
訪日外国人観光客数が伸びることで高い経済効果に期待が持たれている一方で、近年問題視されるようになってきたのが外国人観光客のマナーの悪さ。ポイ捨て、列への割り込み、撮影禁止の無視、大声での会話、トイレの使い方が汚いなど、彼らのマナーに対する怒りの声は大きくなっています。例えば写真撮影に関しては、撮影に夢中になって他の人の通行を妨げたり、周囲の人に接触してしまうケースも多数。重要文化財などの撮影禁止の場所でもフラッシュを焚いて撮影してしまうなどのルール違反が頻発しています。トイレの使用については、洋式便器に土足のまま上がって用を足すケースも。使用済みのトイレットペーパーを便器ではなく備え付けのゴミ箱に捨てたり、床に放置したりする外国人もいます。しかし、こういった外国人のマナーの悪さは単に文化や民度の違いで片付けられるものではありません。なぜなら、日本で求められるマナーに関する彼らの知識不足、地元目線と観光客目線の違い、観光客を取り巻く環境の整備不足などが原因となっている可能性があるからです。またメディアでもよく話題になる中国人観光客のマナーの悪さについてですが、これは確率的な問題でもあります。現在の訪日中国人の割合は全体の約 25%。 母数が大きい分、マナーの悪さを目にする機会も必然的に多くなるのです。マナーの悪さは価値観の違いを基準に判断される場合が多くあります。しかし、国や文化、習慣が異なるのですから、外国人観光客の価値観が日本人のものと違うのは当たり前。何をマナー違反として認識しているかも違ってくるので、日本人が思うマナーの悪さは彼らにとってそうではないかもしれません。まずはその認識のギャップを知ることが、ネガティブな感情を発生させないための第一歩になると言えるでしょう。またマナーの悪さを回避するための整備が不足していることも原因の一つです。例えばゴミのポイ捨て問題を考えてみると、外国人は日本人よりもゴミを捨てられる場所を見つけるのが大変。誰が見てもここがゴミを捨てる場所だと分かるように体制を整える必要があるでしょう。さて、今回ご紹介するのは、海外のネット上で話題になったオーストラリア人女性ジャーナリストの記事。その中で彼女は訪日外国人観光客のマナーの悪さに対して苦言を呈していました。彼女は外国人観光客のどのような態度を問題視したのでしょうか。オーストラリアのジャーナリストが警告。オーストラリア人の女性ジャーナリストであるジュリア・ベナードさんの記事が海外のネット上で話題になっていました。記事に書かれていたのは、日本を初めて旅行した彼女が感じたこと。早速ですが、記事の内容を翻訳したものをご覧ください。日本では芸者は稀有な存在。彼女たちは人前に出て芸を披露するときなどには、とても外見に気を配ります。あでやかな蝶柄の着物に身を包んで髪を結い、口元には真っ赤な紅。ノーベル賞作家である川端康成氏は、白く塗られた彼女たちの顔を貝殻じみた艶と表現していました。京都には日本に約1000人しかいないと言われる芸者たちの最大級のコミュニティが存在していますが、それは普段人目に触れることはありません。しかし先週、息子と一緒に京都の裏通りを散策していた私は、二人の芸者が路地で話しているのを目撃。一人は木陰で小走りに路地に戻り、
もう一人は祇園の人混みの中に固い表情で溶け込んでいきました。集大が始まったのはそこからでした。彼女たちを取り囲んだのはレンタル着物を着た観光客たち。彼らは芸者の写真を勝手に撮影したり自撮りを始めたりしたのです。中には長いレンズがついたプロ用のカメラを操作する人も。頭をペコペコと下げて歩き続ける芸者。まるで囲いのない動物園のような光景でした。しかしこれは今に始まったことではありません。京都の街角で目につくのは歩きながらの飲食禁止、ゴミのポイ捨て禁止、竹垣には座ったり寄りかかったりしないでください、芸者に触れないでくださいといった注意書き。ある芸者は外国人観光客から逃れるために泣きながらタクシーに乗り込み、以来外出が怖くなってしまったという話もあります。他には着物を引っ張られたという苦情も多いのだそう。そこで地元の人々は外国人による芸者への嫌がらせを防ぐためにパトロール隊を結成しました。友人でもある写真家のダミアンによると、外国人観光客は次第に無礼になっているとのこと。彼らに欠けているのは文化的な感受性。僕は下着姿のまま露天風呂に飛び込む人たちや土足で畳に上がる人たちを見たことがある。そして残念なことに彼らは全員オーストラリア人だったんだと彼は嘆いていました。さらに満開の桜の木によじ登ったり、嵐山にある100本以上の竹に自分たちの名前を刻み竹林を荒らしたという悪質な事例の報告も。そのため京都の観光当局は外国人観光客などにより良いマナーを啓発するためのキャンペーンを展開しました。これは同じオーストラリア人として非常に恥ずかしい事実。オーストラリア人にとって日本が主要な旅行先になっていることを考えれば懸念すべき事態です。雪の季節になると多くのオーストラリア人が日本へ行きますが、問題は冬だけではなかったのですね。 ABC ニュースのキャリントン・クラーク氏も指摘したように、かつてはオーストラリアに来る日本人観光客はたくさんいました。しかしこの20年ほどでオーストラリアに来る日本人観光客の数はほぼ半減。その一方で日本でバカンスを過ごすオーストラリア人の数は 959% 増となり、バリやタイといった定番の観光地を追い越している状況です。バリといえばオーストラリア人が地元の文化を踏みにじり悪さをすることで有名な観光地。私たちは日本を第二のバリにはしたくありません。私は日本へ来て本当に良かったと思っています。日本が醸し出す安心感、日本人の礼儀正しさ、治安の良さ、美しい自然などにはたびたび驚愕。宿泊したホテルの外にはトンボが飛び交っていました。それから広大な湖の周りをサイクリング、竹林に迷い込みもみじをめでながら山登りをしました。街中の池では岩の上の亀がのんびりと日向ぼっこ。私たちが求めているのはこのような日本の静寂なのです。電車内やレストラン、公園、街をつなぐ緑の茂みなどの静けさは旅人にとって最も癒されるもの。世界中のどこへ行くにしてもそこから学ぶべき点が多くあると考えることがその国に対する最も誠実で敬意ある態度です。そして
実際日本にはたくさんの学ぶべきことがあるのではないでしょうか。日本の魅力は厳格な礼節に守られています。例えば家に入る前に靴を脱ぐこと、箸を食べ物に突き刺したり振り回したりしないこと、飲食店の予約を急にキャンセルしないこと、歩きながら飲食をしないこと、チップを払う必要はないこと、エスカレーターではきちんと片側に並ぶこと。オーストラリア人はこんなにも素敵な日本の文化を壊してはいけません。観光客を快く受け入れ歓迎するおもてなしという日本の伝統を私たちが汚してはならないのです。日本の文化においては敬意を払うということが何よりも重要視されるのですから。以上が記事の翻訳となりますが、記事で触れられていた以外にも日本では外国人のさまざまなマナー違反が問題となっています。その一つがホテルや旅館での備品の持ち去り、使い捨ての歯ブラシやカミソリ、ヘアブラシといった持ち帰り可能なアメニティについては問題ないのですが、それ以外の備品まで持ち帰るケースが頻発しているのです。特に多いのが浴衣やバスタオル、バスマットなどの持ち去り。一つ一つの被害は軽微なものでも、宿泊施設からしてみればかなりの痛手です。エスカレートしたケースはもはや窃盗。灰皿や花瓶、温水洗浄便座まで持ち帰ってしまった人もいたそうです。また喫煙所以外での喫煙も大きな問題に。歩きタバコ禁止条例によって公共の場所での喫煙を制限する自治体が増えてきている日本。罰則が設けられてからは日本人の路上喫煙は減少傾向にあります。しかし国によっては分煙や禁煙のルールがないに等しい場合もあり、喫煙マナーを守るという意識が低い外国人も存在。日本に来て急にその習慣を改めるのは難しく、いつものように喫煙場所以外での喫煙をしてしまうようです。それから最近増えてきているのが聖地巡礼における迷惑行為。日本の漫画やアニメに興味を持って来日した人の中には、作品の舞台やモデルになった場所を訪れる聖地巡礼に熱狂する人もいます。しかしその漫画やアニメを町おこしとしている自治体もある一方で、地方住民にすら作品が周知されていないことも。事情を知らない地元住民は聖地で大騒ぎする外国人に不安を感じ、日常生活の妨げや迷惑になっている場合もあるようです。それでは次にジュリア・ベナードさんの記事には、外国人ネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。私は先週日本から帰ってきたばかり。日本の素晴らしい清潔さを目の当たりにし、日本人が自分たちの国をどれだけ大切にしているのかがよく理解できた。ゴミが落ちていないことや、タクシーや電車の中がきれいだったことは特筆すべき点よね。そして日本人は究極的に礼儀正しいと思ったわ。私は昔京都に住んでいたの。向こうでは他者への思いやりを持ってマナーを守って過ごすのが当たり前。外国人がそういう文化を台無しにしているのは悲しいわ。僕たち外国人は日本人から見たらゲストなんだ。その立場を僕たちは忘れてはいけない。日本の文化を堪能し、礼儀正しく謙虚で静かに振る舞うべきだと思うね。
長い間海外の影響を受けずにいたことが日本が独自の豊かな文化を残している理由の一つなんじゃないかな。そして僕が日本を愛する理由はそういった部分にあるんだ。それに日本人の礼儀正しさは世界的に見ても群を抜いている。僕が明日から住む国を自由に選ぶことができるなら絶対に日本を選ぶよ。私の娘は日本へ旅行に行ったことがあるの。日本の平和的な雰囲気に心を奪われたみたいで大の親日家になって帰ってきたわ。日本人はみんな親切で、スマホをなくした際も誰かが警察に届けてくれたのだそう。今すぐにでも再び日本へ行きたいと娘は言っているのよ。僕が今までに訪れた世界各国の都市の中でも、東京の社会的な成熟度は世界トップレベルだった。僕たちが日本人から学べることは本当にたくさんあるよ。日本で渋滞を晒している観光客は未だに存在する。その一員にならないように僕たちは気を引き締めようじゃないか。まとめ。舞妓や芸者は日本が誇る伝統文化の一つ。宴会を盛り上げる役目を担う彼女たちは、美しい容姿と艶やかな着物姿から外国人観光客にも非常に人気があります。京都には芸者のなりきり体験ができる場所やリーズナブルにお座敷遊びができる場所も数多く存在。しかしその一方で、外国人観光客のマナー違反による祇園の観光公害も問題となっています。例えば建物の中に無断で入られたり、お座敷へ向かう芸者を写真撮影のために取り囲んだりといったマナー違反は頻発。お座敷ではかつてのはんなりとした雰囲気が失われてしまったと常連客が離れるケースも実在しているようです。また写真撮影のために力ずくで芸者を止める、自宅まで尾行されるといった被害も発生。こういった現状を打開するためにさまざまな団体が対策に乗り出しました。祇園町南側地区協議会では、京都女子大学生活デザイン研究所などと協力し、祇園でのマナーについて細かく記したしおりを作成。しおりは直接観光客に配布されました。しおりによる呼びかけ以外にも、私有地へ無断で入ろうとする観光客の抑制を図るため監視カメラを増設し警備員を配置。さらにパトカーによる巡回や複数言語によるマナー周知のアナウンスといった対策も行っています。2017年には京都市観光協会が京都弁の秋間編を元にした観光マナーのガイダンスを発表。また観光案内サイトには外国人にも分かりやすいグラフィックを用いたビデオを載せ、マナーの周知を図りました。しかしこういった対策も虚しく、マナーの改善には至っていないのが現状。このような状況が続けば、芸者の担い手は減少し、最悪の場合、文化の継承が困難になることも考えられます。多くの外国人が世界一だと褒めそやしてくれる日本のサービス。しかし、本当のサービスはお客さんにへりくだって奴隷になることではありません。近年は、お客様は神様という言葉が独り歩きし、過剰なサービスを求めるお客さんが増えているのではないでしょうか。そんな状況を見過ごしているうちに、お客さんはエスカレート。やがてお客さんはモンスターになり、いつの間にかマナーにそぐわない行動をしてしまいます。サービスは本来ホスピタリティであるべき、人を増長させるものであってはならないのです。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。
高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。